どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日はですね、ちょっと Vlog で、カメラね回してるんですけど、恒例ですね、じゃじゃじゃん、こちらピクセルの、フォールドというですね、新しく Google から出た、折りたたみのスマホがあるんですけれども、こちらをねちょっと実機送ってもらいまして、今試してます。で、毎回ね僕これやってるんですけど、あのこの電池持ちですね、実際ね、このスマホがどれぐらい電池持つかっていうのをちょっとね、今回実際僕がこう Vlog を回しながらですね、日常の中で使いながら検証していこうと思います。結構ねこのピクセルフォールドに関しては、まあ、海外でもね先行レビュー上がってるんですけど、割とねあの電池持ち悪いんじゃないかみたいな話があるんですよね。まあ、その辺も含めてちょっと実際にね、使ってみた感想をねお話ししようと思います。で、まあ、今回に関してはね、ちゃんとアプリも、まあ、いつも使ってるものをね、一通り入れて、あとはあれですね、 SIM カードこれも挿してます。ちゃんとねこれで通信が常にしてるような状態で、どれぐらい持つのかっていうのをね検証していこうと思いますので、ぜひね参考にしてみてください。ただいま時間が夜の7時10分ですね。で、残りの電池が 100% という状態でね、ここから始めていきます。まあ、ちょっとね中途半端な時間なんですけど、あの実はねこの Vlog を撮ってるカメラ、ZV-E1 というですねソニーのカメラがあって、まあ、これの暗所性能とかもねちょっと試してみたいなと思ったので、この時間なんですけどねカメラ回しております。で、さっきね動画撮ったので、家で動画撮ったので、ちょっとこれからカフェに行ってね動画編集していこうと思います。でその道中はね、これ Bluetooth つないで音楽ね聞きながら、歩いていこうと思います。使ってるイヤホンはテクニックスですね。まあ、なんだかんだ音質、ノイキャンね、バランス含めて、まあ、これがね、一番かなということで、上半期ね、選ばさせていただいて、使ってますがね、やっぱめちゃめちゃ気持ちいいですね、音が。
はい、というわけで頑張ってね、夜更かしして、今ね、2時42分なんですけれども、残りの電池がですね、なんと 75% あります。これね、電池の持ちかなりね、いい気がしますね。7時からこれ計測始めて、7時間とか8時間ね、経ちますけど、まだ 25% しか減ってませんからね。結構これで動画とか、まあ、お風呂に入ってる間とかもずっと漫画とか読んで、で、ラジオも聞いて、だいぶ使ってるんですかね。モバイルデータ通信で使ってます。モバイルデータ通信で使ってるんですけど、全然減らないですね。まあ、やっぱりね、ピクセルシリーズのね、だけあって、すごい省電力性能高いんじゃないかなと思います。はい、意外とこれ長い戦いになりそう。今日入れんだ、ここいいね。どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今撮影しながらピクセルフォールドでね、この原稿みたいなの読んでて、ずっとね画面つけてたんですけど、残り 51% ですね。まだ半分か。これいつ終わるんだ。これはい、配信終わって今ね、21時53分10時ぐらいなんですけど、残りの電池がねまだ 38% あります。すごいよねこれ。もう24時間以上経ってるんですけど、まあ、大体6割ぐらいかな、減ったのが。なのでもうちょっとねこれ持つと思います。いや、折りたたみスマホなんてねめちゃめちゃ電池早いと思ったんですけど、さすがねやっぱこの辺ピクセルですね。はい、まあちょっとね、もうちょっと検証を続きます。はい。まあ日曜日だったんですけどね、普通になんか働いちゃったというか、普通にね、やることやっちゃいましたね。帰ってご飯食べようと思います。はい、ということで検証3日目ですかね。もう3日目なんですけど、今、11時56分お昼ですね、で残りの電池残量が、16% というね状況ですね。朝も SNS 見たりとか天気予報ね見たりしたんですけども、まあ、それでね、まだね電池残ってる状態です。このままどこまでね頑張れるのか最後まで見ていこうと思います。
はい、やっと切れました、今時間がですね7月3日の、18時26分6時、ね、半なんですけれども、ようやくねピクセルフォールド電池が切れました。いやー、これも長い戦いでしたね。なので、電池の持ちとしては、まあ、丸2日ぐらいですね、48時間、ほぼ48時間持ったっていう結果になります。まあ、普通にね、あの普段僕がこのね Galaxy Z フォールドを使うのと同じぐらいの感覚で、このねスマホを使ってたんですけど、それでもねこんだけ持ちますからね。もちろんね、これ一番最初の使い立て、まだバッテリーの劣化が全くない状態なので、まあ、一番持つ状態だよっていうところではあるんですけども、まあこの持ちはねすごいと思います。折りたたみでこんだけ持つのはさすがですね。あのこのね Galaxy Z Fold が確かね36時間ぐらいかな、同じような使い方で持って、で、Pixel 7かな、7 Pixel 7、僕がねこれ試した時にそれはねめちゃめちゃ持って、確かね50何時間とか56時間とかね、持ったんですよ。なので、まあ、ちょうどそれの間ぐらいな感じですね。まあ、折りたたみでもちろん消費はね電力はね、結構高いんだけど、 Pixel シリーズの、まあ、電池持ちがあるので結構ねちゃんと伸びてる、丸2日間ね使えることができたっていう、まあすごいね検証結果になりました。もちろんこれ SIM も入れてアプリも入れて、ちゃんとね通知とかも設定してる状態なんですけど、めちゃめちゃ持ちましたね。はい、というわけで今回このピクセルフォールドのね電池持ち検証結果でした。あの本当にこのね Z フォールドよりはね確実に持つなっていう感覚があるので、まあ、これは安心して使えるんじゃないかなと思います。もうちょっとだけこれ借りてられるので、他にもね比較と検証していこうと思いますので、もし他にまあ気になることとかあればぜひねコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしねこの動画が良かったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀内でした。バイバーイ。